京都。なんと小悪的な響きを持つ中、我々を引きつけてやまないこの街の魔法の源泉は何か。それは人である。京都の街はそこで生きる人間に美しく生きようという無言の呪縛をかけている。この美しい人も京都の街に忠誠を誓った人間の一人だ。私にとって京都人ほど興味深い研究対象はない。中でも頭の先からつま先まで京都人であるこの人は最高のサンプルだ。京都は美しい。しかし京都人はわからない。10世紀末、京都の宮廷に生きた女流作家は、この都の四季をめでて、春は曙、秋は夕暮れと言ったそうだが、なかなか秋の曙も捨てがたい。特に空気が冷たく澄み渡る秋の朝の美しさは格別だ。私の眼前に広がるまことに小さなこの盆地の中で、実に1200年にわたって都人たちの暮らしが積み重ねられ、今も連綿と引き継がれている。京都はそこで生きる人々が作る目には見えない複雑な人間関係の上に成り立っている。これはどうもどうも。これはこれはご門主、今日は朝早くから特別にありがとうございました。例えば先ほどの絶景を特別に楽しむには、所有者であるこの門跡寺院の門主の許可が必要だが、京都在住のしかるべき人間を介するのが筋だ。ほう、あそこで日の出を、そらまた雅なことですな。この場合雅は物好きと訳すべきだろう。お恥ずかしい限りです。まあ石橋先生のご紹介やし、お役に立てるかどうかは分かりまへんけど、お話だけはさせてもらいます。よろしくお願いいたします。手土産を渡すタイミングも難しい。ご内儀がお好きだとお聞きしましたので。そんな、気ぃ使ってもろてすまへんな。頼み事の内諾を得てからでないと相手に恥をかかせる。蔵屋さんですか。これはまたご丁寧に。敬意を表すなら彼らが信用する本間門を送るのが手堅い。それにしても日本語がお上手どすな。もう長いんですか。はい、京都に住んでもう10年になります。京都に住んでというのがミソだ。大変どっしゃろ。夏暑いし冬寒いし。その分春と秋が美しい。彼らは自分たちの町に敬意が払われているかどうかに敏感だ。大したお人や。もう立派な京都人ですわ。
真に受けてはいけない。三代この町で暮らしてもそう呼ばれない人たちもたくさんいる。この町は暗黙のルールに精通した人々の人間関係で円滑に動く仕組みになっている。暗黙のルールを教えてくれる教科書はない。子供の頃から長い時間をかけて体得していくものだ。これは私の持論だが、文化人類学的に言うと日本には2種類の人間が存在する。日本人と、そして京都人だ。そして、堪忍やで。失礼を拝見させてもらってました。わざわざ運んでもらってご苦労はんどした。お茶室にあげてもらわんでもよろしおしたのに。あんたは見る目があるよって褒め言葉を聞きとってな。それにしてもええ鷹の葉すすきどすな。今朝、裏山で買ったんや。宮本藩の帯もすすきやな。この季節になると祖母がつけてたもんなんどすけど。名は太を表すや。三と八で都、三波二十四節気の申し子やからな。いやー、先代はええ名前つけはった。買いかぶりどすな。ああ、さて、うちの先代の話をせなあかんな。あつらえのお菓子はうちも久しぶりどすさかい、職人に絵描いてもらいました。先代の老子は好き者で甘党やったから、年季茶会には特別あつらいの柏田さんとわしが恥かくさないな。上生菓子と東菓子それぞれ考えたんですけど、一丁もみじ、この白い花は椿やろか。わびすけどす。白わびすけやな。そらええわ。大学での授業がない日、私はよくこの商店街をぶらぶらする。わけあってこの年で独身の身にとってはありがたい場所だ。すいません、はい、一丁ください。ありがとうございます。はい、親戚お休みですか。はい、そうですか。京都人の台所を支える商店街はいくつもあるが、私はこじんまりとしたこの商店街が好きだ。秋の旬のサバが入りましたね。おお、これですね。木寿司にしときましょうか。半身でお願いします。そうですか、はい。後で先生、ほな、これに来てください。お願いします。京都人はサバが好きで、サバにうるさい。魚屋と馴染みになるとサバをおろして甘酢で締めた木寿司にしてくれたりする。よそ者も10年暮らすと少しは待遇が良くなる。この餅屋の前に来ると京都人とそうでない人々を一目で見分けられる。
この店の一番人気の豆餅は保存料を一切使わないゆえに賞味期限は当日限り、つまり京都に来なければ買えないから朝から観光客たちの行列ができる。もちろん事前に電話をして取り置きすることもできるが、この季節京都人たちにとって豆餅より優先順位の高いものがある。丹波産の新栗を使った栗餅だ。はい、おきにありがとう。はい、どうぞ。はい、すいません、あと2つ追加できませんか。堪忍、今日の分はこれでしまいやわ。あとはお取り置きや。もう諦めや。一人で3個はバチ当たんで。3個食べれるんやったらバチ当たってもいいわ。うちの分分けてあげようか。まずは栗だけ。その後にあんこを食べるのが彼女の作法らしい。私にとって京都人ほど興味深い研究対象はない。中でも頭の先からつま先まで京都人であるこの人は最高のサンプルだ。それに今年のもみじはえらいゆっくりやな。それに美しい。平安京。上行から下行を南北に貫く室町通りは中世以来京都の政治、文化、商業の中心地。今も生粋の京都人たちが多く暮らす隠れたメインストリートだ。特に彼女の住む御所の西側一帯はかつての公家屋敷や茶道三千家の家元などが点在する京都文化の牙城と言っていい。彼女の家も茶道文化を支えてきた9代続く老舗の和菓子屋だ。ただいま。おかえりやす。遅うなりまして。いやー、災難どうしたな。あそこのおろしさんは話長い境に。何ですもんそれ。もらいもんです。しげさんは工場の方に行ってますけど。ちなみに京都には創業100年くらいの店や会社がゴロゴロあるため、創業200年以上じゃないと老舗とは呼ばないらしい。はい。あ、出待ちの栗赤飯だすな。しげさんの大好物やろ。この季節になるとタクシー乗ってでも買いに来たんなりますわ。ついでとはいえ大きに。ついでってなんやの。栗大福買い食いしやったやろ。女子高時代から若おかみの秋の楽しみやさかい。おかみさんに言わんといてや。和菓子屋の娘が外でおまん買い食いしてからに、なりくそわりって言われますぜ。餅は餅屋ですわ。京都には2種類の和菓子屋が存在する。町内に一軒は必ずある餅屋と呼ばれる庶民的な和菓子屋では、まんじゅうや団子はもちろん、もち米を使う赤飯やちまきまで売っている。かたやこの蔵屋のように茶会に供される上生菓子や年中行事に使う有束菓子を作る和菓子屋があり、狭い京都の町で共存してきた。
どうですやろ。ええ出来やな。うちの娘にできるだけ早う良縁をくださりますようお頼申します。私の下宿する町屋の北側の窓からは彼女の住む家の裏庭が見える。有足貸し師倉屋春信は職住一帯の大きな町屋で、店の奥深くに家人の住むプライベートな空間がある。なあ、それは琵琶の花どす。菊とかセンブリとかもう少しパッとしたもんに押しやす。今日は小雪やし、冬の初めの失礼には合いますやろ。来月はもう年の瀬や。今年も立派に売れ残らはって、話し合いをさんあったのにな。いける花とうちの結婚にどういう因果関係がおますの。好みが地味すぎると縁が遠のくもん。器はせめて明るい色の織部にしよし。ほいでな、軸は満月がええわ。望月言いますやろ、望みが叶いますよって。京都人は実にたくさんの縁起の担ぎ方を知っている。琵琶は大きい身につけるし縁起がええ思いますけど。あんた物を知ってるようで何も知らんな。桃栗3年柿8年。琵琶と関係おへんがな。その格言には続きが押すのや。琵琶は9年で実がつかず言うてな。この分野と来年も実りがないわ。お父さんが死なはってからもう10年もこの家には男気がおへんのえ。はよ養子もろって。後で織部の器に変えときますわ。ねえあった、京都人には京都人の悩みがある。特に何代も続く老舗や寺社仏閣の後継者は大変だ。簡単に廃業するわけにもいかない。長い時間をかけて形作られたソサエティの一角が崩れると、一緒に伝統を守ってきた多くの仲間に迷惑がかかる。京都人的に言うと難儀をかけることになる。彼らはこの手の迷惑を他人にかけることを極端に意味嫌う。京都という特別な町で生きるには最も必要とされる資質だ。しかし時として
生まれた家の呪縛というのは若い京都人たちにとってつらい。私の教え子にもそういう女性がいる。今でも月の暦でたくさんの年中行事や祭りを行う京都人、彼らは月の力を信じる人々でもある。どうぞ。あ、すいません。よかった。いや、僕生まれも育ちも関東なんで、こっちに転勤して1年だから、京都人のミサスさんをどこに連れて行っていいのか分からなくて感じのええ人、うん、あ、どうも。お待たせしました。ごちそうさまでした。いえ、あ、タクシーで送りますよ。あ、いえ、そんな。確か東福寺の方だっておっしゃってましたよね。僕丹波橋ですから通り道です。どちらまで？あ、あ、仙入寺まで。仙入寺って皇室の菩提寺なんですよね。あ、はい。お庭がおまっせ。塔頭も養蚕あって、こっちもなかなかのもんですわ。へえ。今度よかったら案内していただけますか？ええ。もうすぐ仙入寺道やけど、どないしまひょ。入ってください。参道の方に。はい。ここら辺ですか？入ってください。お寺の中に。はい。で行ったらよろしい？雲龍院まで。ああ、走り大国の。どうも、おおきに。ここのお嬢さんだったんですね。あ、あの、いえ、ちょっとびっくりしただけです。隠すつもりはなかったんやけど。おやすみなさい。ああ、丹波橋ですね。あ、はい。多分もう電話もかかってこうへんやろ。今までもそうやったから。私の教え子一柳美里は幸か不幸か650年続く塔頭の一人娘である。有名なんですか、雲龍院って？室町時代からある塔頭ですわ。え、室町時代？
京都の大きいお寺にはああいう達中がいくつもおましてな、大概お十さんと家族と住んではるんですわ。住んでるんだ。七福神参りでも有名としてな。雲龍院様大黒天。ご住職は一代限り。大昔はそうやったみたいですけど、常備は世襲のとこがほとんどと違いますか。跡取りが女の人だったらどうするんですか。さあ、婿養子を取って坊さんにするか、自分が尼さんになるか。ただいま帰りました。おかえり。うん、どないしたん。なんもないよ。なんや、匂うで。バレた。カレー食べるか。会席料理でお腹いっぱい。それにうちはカレー禁止やろ。うん、夜の配管が始まったら当分食べれんようになるから、お父さんが作ってくれよって。ちょっと食べようかな。いただきます。うん、おいしい。子供の頃カレーが食べとうて食べとうて夢にまで出てきたん覚えてるわ。あとハヤシライスにお好み焼き、ビーフシチューやろ。うちは台所の大黒さんも公開してるさかい、匂いのきつい食べ物は作れへんからな。鎌倉時代の大黒さんを拝みに来はって、カレーの匂いしてたら台無しやん。あんたが小学校5年の時やったかな。大黒さんはインドの神様やのに、なんでカレーの匂いがあかんのんって泣かれた時のお父さんの顔、今でも覚えてるわ。こないだの話やけど、奈良のお寺さんの次男坊さんとのお見合いしてもええよ。無理せんでもええやで。あ、うちもカレー食べよ。今日中に始末しとかな。そっか、あかんかったか。一回デートしたぐらいであかんも何もないけどな。いや、引いた顔されるとすぐわかんねん。うちら寺の跡取り娘はそういうことに敏感やからな。なんやろうな、このうちらのネガティブなレーダーは。コンプレックス。小さい時から嫌言うほど普通の家の子だとの違い味わってきたしな。クリスマスとか。なあ、あんたクリスマスは家でケーキ食べるもんやって知ったんいつ頃。小学校5年くらいかな。なんでうちはクリスマスのお祝いせえへんのってお父ちゃんに言うたら、お釈迦さんの誕生日だけで十分やろって言われたわ。うちなんかもっとひどいで、みんなサンタさんにプレゼントもろてんのに、なんでうちはもらわれへんのってお父さんに言うたら、うちには大黒さんがいてはるやろって怒鳴られた。あの大黒さんの担いではる袋の中にようさんプレゼントが入っとるんや。今までもらわれへんかったのはお前がええ子やなかったからや、言われて大泣きした。トラウマやな。さすがに悪い思ったんか知らんけど、朝起きたら大黒さんの下にプレゼントが置いてあった。正直複雑やったわ。でもまあ悪いことばっかりやないねんけどな。せやな、悪いことばっかりではないな。どないしたん。いや、いつまで油売ってんのってお母さんが。ああ、
うちもそろそろ戻らなあかんわ。せっかくの土日やのに秋は特別配管の手伝いで忙しい忙しい。まあいや、えらい早いやないの。そう、久しぶりに西教授のかなちゃんと会ってたんやろ、うん、もうちょっとゆっくりしてたらよかったちょっとごめん。ご皇后ご縁佑天皇のお姿を写した座像です。すいません、来ちゃいました。その木像はですね、お首の部分が抜けるようにできてるんです。あ、なぜですか。万が一火事になった時に等身大の木像やと重すぎて運ばれへんから、せめてお首だけ抜いて逃げなさいって小さい時から教えられてるんです。堪忍、こんな話。すごいな美里さんは。え、子供の頃からそんな責任感感じて暮らしてたんですね。あの大黒様にお参りしたいんですが。うん、確かに走ってるように見えます正確に言うと、これから走り出そうと一歩踏み出したお姿やってうちの父は言うてます。第一歩を踏み出したところか、うん、いい、なんか勇気もらった。単純な男だと思ってませんちょっと思ってますやってもらえませんか。え、僕と正式に付き合ってください。お願いします。っていうのが1年前の出来事。ちょ、ひややは何泣いてんのよ。めっちゃええ話やないの。なんかあんたの今までの恋愛全部知ってる分、うれしてうれしてうわっじゃあほんな行こうか。どこに。あんたの家に決まってるやん。あの大黒さん、あんないかつい顔してはる割に縁結びのご利益あったやなんて今の今まで知らんかったわ行こう妻へんな。ああ、お気になさらずに。約束もしないで寄ったので。携帯も担当出かけたみたいで届け物があって来ただけですから。ああすいません。お母さん。ええ、僕は僧侶に向いてると思いますか。お父さん亡くなって
男気が変なのももう10年です。もう限界やと思うように、ちっとも分かってくれ。なんとかお願いしたいと思いまして、このように出かけてまいりましたんでございます。どうぞ何とぞよろしくお願いいたしますです。本当に本当にえらいすんまへん。どうぞお気に。はい、こちらの大黒さんは縁結びにもご利益おすのやろか。はい、めちゃめちゃやろ。あ、さっきまで村上さんが来てはったん。え、何のやろ。大黒さんにお参りしてはった。大黒さんにお参りさせてもらいました。栗きんとんがあるさかいこっちお入り。おおきに、いただきます。あんたも大黒さんに手合わしとき。うん、クリスマスまで待てなかった。大黒より。吉がぶ石はギャバン税収集長一世上来銀行家地産まやし徳一世上来官で遺産回収一生一世上来一世時自由キャシー才能作一世上来隠蔽と症状使用呼ぶ新舞用一世修正が一世異元作業大自然満床高三世地震業医業銀行隊広社な上来採用妖怪高し祭典。おめでとう。簡単には喜べへん。サラリーマン辞めてお坊さんになってもええいう村上さんの申し出は断りました。え、あの人そんなこと言わはったん。仏に仕える道はそんな甘いもんやおへんてきっちりお断りしました。お母さん、本山から叱るべき人に来てもろて、ついでもろてもええってお父さんも言うてはるし。そうなったらうちらどこに住むんよ。せやな、街中に引っ越してあんたの憧れのマンション暮らしでもしようか。相談してゆっくり考えやし。11月のお月さんは夜遅く上がる春から静かでええな。ええ満月や。うちは中秋の名月より11月の満月の方が好きや。ここは東山の山懐やさかいな。空高う上がらはるこの季節のお月さんの方が
よう見える。お抹茶立てようか。ええな。京都は日本の茶道文化の中心地でもある。おはようございます。おはようございます。おはようございます。よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。この密室でひそやかに行われる精神的なセレモニーの中に驚くほどたくさんの日本文化が詰め込まれている。ご商売いたします。お手前頂戴いたします。道具、器、生け花や書画などのしつらえ、礼儀作法、そして和菓子。彼女の家も200年以上にわたって茶道文化とともに生きてきた。甘いものが苦手な私だが、和菓子と京都人の深いつながりは理解しているつもりだ。京舞井上流の五代目家元、井上八千代さんは大の和菓子ファン。秋には楽しみにしている季節のお菓子がたくさん店頭に並びます。秋になりましたらどうしても食べたいものがいろいろありまして、早い頃は初刈りとか、ゆれ布の入った黒砂糖のくずのお菓子が食べたくなったり、栗きんとん食べたくなったり、だん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 亥の子餅が食べたくなったり、いや辛抱でございます。秋深まってまだ名残のもみじの頃に師走に入りますか。入りましたらもういっぺんにもうこと始め、ちょうど私座っておりますここの場所で、ひな壇を組んで、鏡餅を飾らせていただくんですけど、つまりは12月の13日にお正月の用意をする始める日、歳徳の神さんをお迎えする日なんですね。でお弟子さんたちが祇園の芸妓さん舞妓さんもご挨拶に来てくれはりまして、おめでとうさんです、相変わりませずお頼申しますと、もう冬やなと思いながら、その鏡餅とやっぱりお昆布の匂いがここの部屋いっぱいにいたしますの。京都の人というのはその四季の移ろいに沿って、いろんな年中行事というのが決まってるんですね。で若い頃はそんなこと気にしませんでしたけど、上手にできてるなとこの頃思うんです。私どもで言えば先ほどのこと始めがあって、年末にはジュアの鐘を聞いておけら参りをしてっていうような、そういうことを繰り返しながら、割合に高となっていう言葉ありますけど、割合地味なと、日々の暮らしは地味に、で晴れの日は華やかにと、一見京都は華やかな暮らしをしているように思われがちなんです。毎日毎日おいしいもんをあちこちで食べてというふうに東京のお友達なんか思ってられる方もあるようですけど、全然そんなんと違って、何日にはこれを食べてということがまでが決まってたりするんですね。
あのおからを食べる日とか、からあの切り昆布のタイタンを食べる日とか、つまりはあのそういう、日常的な普通の暮らしっていうことを大事にしたんやと思うんです。そうですね、やはりもう11月奥であの名残のもみじの頃に寒なってきたら招きが上がりますね。そうなりますと慌ただしい気持ちになるんです。あれを市場を通った時に見ますと、あ、なんや知らんけど世話しない、もう師走やなという気になりまして、あのでも市場通りがやはりにぎわってもらわないと我々あの旗に住んでるものは何かこう寂しい気がいたします。日本人は世界で最も清潔好きな民族の一つだが、とりわけ京都人は清潔を好む。この門履きもその一つ。おはようございます。雨が降っていない限り毎日履く。先生おはよう。おはようございます。あ、おはようさん、今日も寒いね。寒いね。門履きには暗黙のルールがあって、必ず両隣の家の前も一尺分、つまり30センチほど履く。その隣の家の人間もそうする。それ以上は履かない。必要以上のおせっかいは相手に気を使わせる。おはようございます。履いた後は水打ちをする。このおかげで京都の街中の王子工事はどこもすがすがしい。犯さず犯されずの適度な連帯感、それが1200年前から都会人だった京都人が好むスマートさだ。おはようさんです。おはようさん、ちょっと寺の内の店行ってきます。へえ。貸してみ。角履きはな、大きい大きい動かしたらあかんのえ。ほこりが立つし、ゴミも飛ぶ。着物の裾も汚れるしな、ええことあらへん。小そう、細こな。へえ、すんまへん。うちもようおばあちゃんに怒られたわ。師走やな。ほうきにも季節感があるんですか？うちはな、毎年12月になると門履きのほうきを買いますのんや。ちびてきたら年の瀬が近い証拠。なるほど。そろそろ下の外履きぼうきを3本頼んどいてくれるか。へえ。ほな、行っておりやす。したことではありません。お隣のお二階の。はい、春に越してきたヒースローと申します。いや、まだ半年やのに日本語がお上手なこと。あ、いえ、私はあのもうここの若女将をしております沢藤と申します。
シミにはならへん思いますけど、よろしかったら使っておくれやす。あ、若おかみ、えらいすんまへん。京都人たちの必需品、ほうき。三条大橋の西詰に文政元年からほうきを商う老舗があります。いまだに白の木の皮を使ったほうきを職人さんが一本一本手作りしています。おかげさまでほうき使っていただきますので、1年2年もですけどね、もう 4、5 年もっと使ってらっしゃる方もいらっしゃるかな。上手に使ってくださって、職人、うちみんな職人が作りますので、バラバラになったりはしませんので、せいぜい長く、職人も長く使ってくれた方が喜ぶんです。そしてお客様からね、その写真が来るんですよ、こんな使った言って。だ、嬉しいございます。やっぱり皆さん履いてらっしゃるんですね。はい、もうじき暮れになりますけどね、暮れになったらほうきを変えるって。で、古い方も置いといて、その新しいのをまた足していってくださるので、まだその習慣は残ってるんですけどね。ほうき屋の7代目内藤幸子さんの秋の楽しみは終わりのもみじだそうです。栄冠堂さんが好きで、広くてね、あそこは桜はないんですけど、もみじがでも一年青になったり赤になったり散ったりでね、あそこ好きですね。人が多いので、もう朝早くか人のいない時とか季節の外れた時に行ったらまた全然違いますね。はい、今頃は多分いっぱいやし行かしまへんけど、はい。寺の内通りと小川通りが交わる土戸町界隈は、表千家、裏千家の家元たちも住む風情のある一角だ。おはようさん。栗ぜんざいどうどす？ええ、塩昆布の塩気を柔らこしたら評判よろしおすわ。試食しはりますか？おおきに、いただきます。ええ、おこしやす。ご注文は？あれと同じもの。栗ぜんざいですね。和菓子文化の中心地、京都。どうどすやろ、焼き餅の硬さもちょうどええわ。お待ちどうさんどうした？その代表的な秋の味覚が私の目の前にある。しかし私は甘いものが苦手だ。特にあんこが。しかもこの塩昆布は何だ？これはぜんざいとは合わないだろう。甘辛どす。塩昆布はぜんざいの合間に箸休めで食べていただくか、食べ終わらはった後の口直しにつけてるんです。最悪だ。新しいのを持ってこさせます。あ、いえ、お気になさらんと。春に日本に来はったばっかりやったらご存じないのも当たり前どすさかい。
私の京都での10年は何だったんだ。私は。こんにちは。いや先生お越しやす、はい、お邪魔します。どうぞ。ちょっと奥ね行かせてもらいますわ。いやー千鶴先生、いやちゃんご無沙汰。お元気やった。いやーよろしい。僕は、はい、いやごめんね。いやお前よく使ってそんな。料理研究家の大原千鶴班は鞍馬の奥にある名料亭の娘班で、懐石から庶民のおばんざいまで京都の食文化に精通したうちの尊敬するお姉さんどす。とにかくパッパッパーとおいしいもんを作らはる。手も動かはりますけど口もよう動かはります。ということで今日は生っ粋の京都人であります、はい、大原千鶴さんと、はい、京都の皆さんが秋から冬にかけて楽しみにされているあったかい料理を作っていきたいと思います。よろしくお願いします、はい、よろしくお願いします、ね、はい。じゃあ今日はかぶら蒸しと、はい、それから、おネギのぬたを作っていきたいと思いますので、まずこのかぶらを、その重そうなのを取っていただけますか。これですね、はい、本当にずっしり重いですね。はい、聖護院かぶらでございます。大きいもんですね、はい、はい、じゃあこれを料理していきます。もう早速。そうですね、バシッと。あらららら、よ、力入れますね。そうなんですよ、はい、この聖護院かぶらっていうのはやっぱりもう京都、はい、そう、京野菜ですよね。聖護院のかぶですね。どうやって手に入れるんですか。あ、いや普通に、ね、売ってるんですよ京都は。あ、そうなんですか。そうなんです、スーパーとかでもね売ってるのでね。意外と皆さん一般的に使われる。そうですね、でもやっぱりね京野菜というのは京都の普通の人にしてみてもちょっとごちそうな感じかな。あ、そうなんですね、うんうん、使うっていうのは。なのでお人さんが来はる時とか、普段は結構ね質素なもの食べてるんです京都の人って。京都って寒いじゃないですか、あの底冷えがして。で寒い中で、なんかお人さんが来はる時にこうぬくぬくのこう湯気の立ったもんをね、あの召し上がっていただこうっていうような感じの料理かなと思います。で聖護院のかぶこちょっとここ分厚い繊維があるんですよ。見えますね、うん、そうそう、だからそこは剥いてもらわんなんので。皮だけじゃなくてそこまで取るんですね。そうなんです。でもこの皮が分厚く剥いてもったいないじゃないですか。もったいないですね。そうそう、もったいない、もったいない、はい、でこのもったいないところは、はい、まあ、皆さんほら上等の千枚漬け召し上がりますけど、家ではこんなところをちょっと小さく切ってね、千枚漬けみたいにして食べるんですよ。お漬物になるんですね。そう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 なんです、ね、と思って。じゃあすいませんけど松田さん、これを下ろしていただいてよろしいですか。いいですか。はい、じゃあお手伝いします。失礼します。はい、手をすらないようにね。そうですね、はい、お願いします。慎重に慎重に。小さいバードはいい感じでしょ。ね、香りもいいですね。いいしますね。そうそう、料理なさるんですかいつも。え、私ですか。はい、料理よりは後片付けが得意です仕込まれてはるんですね。なんかこう落ち着くんですよね。そう、はい、あ、大丈夫ですか事件が起こる、流血事件が起こっていけないので、はい、バレですね、はい、これはグジでございますね。はい、赤いグジ、甘鯛ですね。お塩してあのしてあったもんですけど、これをちょっとかぶら蒸しの具にしていきますので、ちょっとね、こういうグジもやっぱり京都の人にとってはおなじみの。そうです。でもやっぱりちょっと高級な食材ね、ごちそう。そうなんですね。え、普段はどんなお魚。あ、やっぱりサバ好きですね。塩サバ。そうですか、うん、基本的に昔からの京都人はサバが普通の食事の中では一番多いですね。あとブリね。それからブリ、うん、ブリもね、あのお正月に向けてはブリを食べますね。どんな料理されるんですか。あのね、私なんかはもうほらあの山の中からで育ってますのでね、はい、小さい時はお正月よりもそんな今みたいにもう何でも手に入るわけじゃないので、はい、あのおじいちゃんがブリをこう一匹買うてきますでしょ、はい、雪がよう降るとこなので、はい、あの雪の中にブリをぐさっとさせておくんです。前田チルドね、あの冷蔵チルドですよ。なるほど、天然の。天然の冷蔵チルド。へえ。その雪の中に刺さったブリちゃん見てみたいですよね。そうでしょう。でもワイルドな京都人なんですね。そうなんです。あ、すいません、そうですね。私は大丈夫ですか。大丈夫です。はい。カブラをね、その具地の上に乗せてで蒸していくんですけども、カブラだけを乗せても固まらへんやないですか。この卵の白身を入れて固めていくんですが、ちょっと泡立ててね、はい、お塩ちょっと、
こうほぐす感じね。これをここで、ここでここに揚げまして、はい、でね、かぶら蒸しはお水があんまりたくさんあると困るんだけれども、だいぶ水分出てますね、そうそうそう、はい、でも切りすぎてもパサパサになるって、その格合がちょっとね難しいといえば難しいですね、はい、でこうして巻き炭取って、ちょっとイラン水分を少し、あ、絞るわけではないんですね、ギュッと絞ってしまうとパサパサになるんですよ、はいはい、でこれをこの卵白もうそのまま、はい、はい、ポンと入れますね、でこれをこう混ぜ混ぜと混ぜまして、はい、これをここの上にこんもりと乗せていくんですけど、ちょっとせっかくですしね、はい、丹波のしめじをね、少し立派なしめじですね、そうでしょう、これ美味しいんですよ、すごく、これもやはり京都の方には馴染みの野菜ですか、馴染みですね、これはね、これは普段でもいただきますけど、丹波しめじです、この上にこんもりこんもりと乗せる、じゃあこれを蒸しにかけていきますね、はい、じゃあここ入れておきます、あ、そうですね、大丈夫ですか、はい、大丈夫です、これで10分ぐらいにしますね、はい、はい、続きましてネギのぬたを作っていきます、ネギのぬた、はい、ご覧ください、この立派な九条ネギをね、美味しいんですよ、この寒くなってきたら、普通の白ネギとはちょっと違うんですか、違います違います、九条ネギなんですけど、九条ネギでも皆さん東京の人やらが東京で買い張るようなのもちょっと細いじゃないですか、はい、でこれは九条ネギの中でも太ネギ言うてね、西賀茂とかあっちの方で作ってらっしゃるんですけど、これが甘くて美味しいの、お鍋なんかにするのにもね、なるほど、これを使いますね、はい、今日はね、はい、ちょっとおネギ大きいからね、はい、ちょっと切りますね、あ、これ白いとこだけじゃなくて青いとこも使うんですか、そうですよ、そら青ネギですもん、青ネギですもんね、うん、東京の人は白ネギしかあんまり食べられない、ね、まあそんな感じがありますけどね、でこうやって茹でます、はい、ちょっともうそのまま、はい、ぎゅーっと入れます、はいはい、どれぐらい茹でるんですか、いやもうそんな長いことはないですよ、はい、でもこうちょっと沈んだらこの青いのとこも入れましょうか、はい、この時期はその将軍かぶらと、そうですね、九条ネギと、九条ネギとあと将軍大根いうのもありますし、お正月のおせちの頃には堀川ごぼう言うてね、穴の開いたごぼうがあるんですけど、太い太い、もうほんまにこんなこのぐらい太いんです、腕ぐらい、それは太いですね、そうそう、いや太いですかやろ、いやいや、ごぼうがそうそうそうですね、はい、こちらお揚げさん、はい、はい、これちょっと焼きますね、ここで焼くんですか、はい、もう直火で、直火でマイルド調理、はい、ちょっと煙出てますけど、そうそう、はい、おお、ちょっとカリッとさせる、はい、お揚げと京野菜ってまた相性が良さそうですね、そういいですね、美味しいのよ、じゃあすいませんがちょっとごまをスリスリしていただきます、こちらですね、はい、はい、お願いします、おこれはそのぬたに、そうですね、どうぞ、はい、あ、いいんですか、はい、お持ちしてますので、おい、こんな感じでいいでしょうか、そうですね、あとそうやね、京都の野菜たら冬場金時人参も有名でしょ、あ、京都の人はその野菜でやっぱりちゃんと季節を感じてらっしゃる、季節を感じますよね、でその季節のものをやっぱり食べていくっていうことが何よりもね楽しみ、なんですね、はい、そこにこれ白味噌ですね、あ、白味噌出ました、そうそう出ました、白味噌、京都といえば白味噌、はい、そうですよ、召し上がりますか、いや私ほとんど食べたことないです、甘いんですよね、あんまり京都の人甘いと思わないですね、あ、そうなんですか、甘いのは確かに多少甘いんですけど、はい、甘みよりも旨味やね、これ冬場はその白味噌、特にお雑煮もお白味噌ですしね、はい、コーンポタージュみたいなの、ちなみになんでその旨味が白味噌だと、あ、麹が容器入ってるしですね、で熟成期間も短いしね、そうなんですわ、でお酢と砂糖とからしておりますね、はい、はい、へえ、白味噌のぬた、そうそう、ははどうですか、美味しいです、はい、さすがです、はい、さすがですね、まさに手前味噌って感じですか、ね、あ、そうですね、混ぜ方が良かったことにしておきます、ありがとうございますありがとうございます、このお揚げさん入れますし、入れるんですか直接、そうそうそう、あとこのおネギも入れますしね、そうなんですね、そうそう、白いとこはちょっと細を切りましょうかね、綺麗になって、やっぱり茹でると色綺麗ですね、そうですね、またね、ここにね、ほらこうやってぬるぬるとこれ出てくるでしょ、はいはい、これが甘いとこのあんって私ら言うんですけども、あん、そう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 、こうやってほら出す、取っちゃっていいんですか、うん、これはね、まあ
すっきりさせた味にしようと思ったら取るんだけれども、はい、でも今日はせっかくだしこの甘みをね生かそうと思ってこのままやります、はい、生混ぜてもらいましょうかね。いいんですか、はい、このガバッと混ぜていいんですか、はい、蒸す料理っていうのも多いんですか。 ありますあります。蒸す料理はやっぱり寒いですからね、はい、あの蒸し寿司ってしたら蒸し寿司お寿司蒸すんですか、うん、お寿司蒸すんですよ。もう関東の人から考えられると思うんですけどお寿司蒸すんです。なんか美味しいのよまたそれが、うん、ちらし寿司みたいのに、こう卵だから生もんは入れしますのですけどね、はいはい、こう蒸してそのまたその湯気がほかほか上がったのを冬場にお出しするの、不思議な感じしますけどねあそうですか、はい、じゃあ大体混ざったのでそんな感じでいいかと思います。はい、大原さんのご実家ってあの、ね、名料理旅館と言われているところで、いやいや、はい、その旅館でお出しする料理、いやいやそんなん食べませんよとは違うものを食べてらっしゃるんですか。それはお客様にはあのなんていうんですかね、やっぱりこう特別なもう感じの、ね、はい、ものをあの召し上がっていただくようにしてますけども、ええ、やっぱり家のお料理っていうのはもう家のお料理ですから。うん、じゃあ蒸し上がったのでこれを、はい、あ、ほかほかですね。そうですね、混ぜていきます。いいですね、なんかこう雪の下からこうねキノコもちょっとちらっと見えてる感じの。そうですね、でちょっとこのお出汁はここへ戻しましょう。美味しいお出汁だしね、具地のあんの中に混ぜるんですか。そう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 、はい、じゃあここに麺をかけていきます。はい、あったかいあんがかかって、そうですね、たっぷり、つやつやでまたさらに美味しそうになりましたね。そうですね、でこちらの方にわさびをちょっと天盛りにしまして、うん、このあんをねこう熱々のをかけて、はい、あの温かいのをこう召し上がっていただくっていうのがね、うん、何よりごちそうかなと思いますね、はい、白味噌の色と、そうですね、緑のネギと、はい、美味しそう、なんかお料理番組ですね、はいはい、一応私こう見えても昔かつてお料理番組やってたことがないことはない感じですけど。そうですか、どうさすが、こんにちは。へえ、いや先生こんにちは。近くを通りかかったものでちょっと。まあご丁寧にどうぞ入りやす。はい、失礼します。皆さんお元気ですか。ええ、おかげさんでめっきり寒なりましたな。お散歩どすか。はい、上福寺をぶらっと。何度したら上がっておいきやす。お昼まだどしたらブブ漬けでもどないどす。このブブ漬けでもどないどすがくせものです。京都人を腹黒い人たちだと抽象するお決まりのエピソードに出てくるブブ漬けでもどないどすは、結局京都という特殊なソサエティに入っていけないよそ者のコンプレックスが作り出したファンタジーだと私は思っています。はい、ミスター山崎。はい、あの僕の実家は東京の下町で、うちの祖父母や両親は近所の人間が訪ねてくると絶対にせんべいとお茶を出すし、飯時だとついでだからお前も食ってけって必ずなるんですけど、京都人はやりませんよね。僕の下宿の親のおばちゃんなんかも絶対しませんよ確かに京都人はそういうことはしない。ミス立花、あなたは京都の方ですね。はい、うちの祖父も父も仏壇を仕上げる漆職人なんですけど、家族が住む家と仕事場が一緒なんですね。職住一体の家ですね。はい、そやからめっちゃ狭いんです。余分なスペースがない。うちもそやな。それな、わかるわ。
隣近所にたような家ばっかりやから用があって訪ねていっても迷惑かけんように家の前の路地で立ち話するか玄関先の土間で話済ませるか、まあ、どっちにしてもその家の玄関の蒲町に腰下ろしたらあかん家って祖母や母から教えられました。座ると話がなごなるし相手にお茶やお菓子の心配させるさかい言うて、相手に気を使わせない迷惑をかけないというのが狭い盆地の中で肩を寄せ合うように暮らしてきた京都人の見栄です。いやそんなこと言ったらさ、うちの実家だってかなり狭いっすよ。でも京都人みたいにケチじゃない。ケチとかちゃうねん、モラルの問題や。気前よく振る舞うというのが江戸っ子の見栄です。江戸は全国から武士が集まる大消費都市でしたから、気持ちよくおごる、おごられるという文化的風土がある。反対に京都は伝統工芸の職人が集まる手堅い生産加工の町です。ところが幕末になって江戸的な価値観を持った侍たちが退去して京都に押しかけた。彼らは訪ねてくるとなかなか帰らない。そのうちに食事時になる。さあどうします？何もありまへんけど、ブブ漬けでもどないです？あ、悪いね。じゃあこっちになります。でブブ漬けを食べて帰った関東人の話をご近所さんに話すと同情されるわけです。厚かましいお人ですな。郷にいれば郷に従えということです。いやでもさ、ブブ漬けとは言わないまでもお茶ぐらい出しゃいいじゃん。昔はな、お茶は高級品やってん。いちいち訪ねてきはる人にお茶出せるほど京都の庶民は裕福やなかったよ。うちのおばあちゃんらの時代なんかご飯の時はお茶代わりのお茶湯飲んでたらしいから。茶湯？京都はな、そういう質素な時代の習慣がきっちり残ってんねん。ブブ漬けの部分もお茶湯のことやで。え、お茶漬けじゃないの？せやからお茶は高級品なん。ご飯にかけるもんやのってゆっくり楽しんで飲むもんやの。ブブ漬けは冷やご飯にお湯かけただけの粗末な食べ物やで。なんぼ京都人がケチでもそんなもんかっこ悪いって勧めるわけないやん。まあとにかく実験してみようぜ。下宿人の俺はともかく、友達のお前連れてったら大家のおばちゃんなんていうか。え、いややわあんたの下宿行くの。いや誰が部屋に入れるっつったよ。大家のおばちゃんとこ連れてって紹介するからさ。でもしブブ漬けでもどないどすって言ったら昼飯一回おごりな。アホくさ。洛北の西賀茂界隈は昔でいう洛街、壁を接して立ち並ぶ町屋ではなく広い敷地を持つ一軒家の家が多い。付近に大学も多く、いまだに大家の家の敷地内に間借りをする昔ながらの下宿もある。ここなかなか渋いし。うわめっちゃ大きい。こんにちは。すいません。こんにちは、山崎です。はい。ほら、お友達。はい、同じゼミの。はじめまして、立花と申します。大家の佐々木です。そんなとこ立ってんとお入りやす。失礼します。失礼します。近くまで来たんで揺らしてもらいました。京都の人？はい、西本願寺さんの方です。今日はデートですか？いえ、そういう関係では決してないので。まあ、ええやんか。どうぞ、おかけやす。え？いえ、すぐに置いてもさせてもらいます。うちの子の友達に何にも構わんと返せますかいな。は？今お茶入れますか。ちょっと待ってくれやす。今、うちの子っつった？
どうぞお書きやす。ブブ漬けなあ。堪忍です。試すつもりはなかったんですけど。あれはねえ、もう歯もない感じ悪い噂やな。どうえ？うまいです。京都の人間はな、ほんまは見え張りやねん。そやかて自分のキラを飾るんやのうて身内のもんに恥かかさんよ。見えや、3年もうちで下宿してる子の友達を玄関先の立ち話で返すわけおへんやろなあ。やって。俺は身内扱いされてるってことですね。そやから卒業したら出世して、ほんで京都に戻ってきてぎょうさんお金使いよし、それが学生班の恩返しや。それが京都人の真の狙いっすね。まあせいぜいお気張りやす。いただきます。どうぞ。いただきます。京都人の情は小出しで温かい。この勝負院大根死ぬほど重いんですけど。めっちゃええ大家さんやないの。うちのお母ちゃんも喜ぶわ。おまけにおはぎのお土産まで持たせてくれはって。これも京都人の見栄じゃね。せや、せっかくやからもみじでも見ながらおはぎ食べようか。どこも観光客でいっぱいだぜ。てか京都に住んで初めて知ったんだけどさ、つくづく日本人の紅葉好きが嫌になる。この近所に穴場があんねん。京都人やったら誰でも知ってるもみじの名所。すげえな。植物園か。京都人やったら必ず1回や2回は来たことがある場所や。写生大会とか植物観察とか。なるほど。けど観光客はほとんどいいひん。京都まで来て植物園行こうと思わへんやろしな。ここ子供の頃からうちのとっておきの場所。立花。何？京都っていい町だよな。気づくん遅いわ。そんな池津と違うけど。そんな池津ないわ。もう昔やね、それは。昔満もないと思います。最善言うとはったけどな、ごめんやす三寸ちゅうにあって。あーほんま。知ってはります？いや、知りません。あのね、旗折ってはる人がね、旗折ってはるとこへあの行かはったらね、ごめんやす言うて行かはったら、はい言うて出てきますやろ。そしたらちょっと喋らんならんし、その間に三寸折れるのに、ああもったいなっていう意味ですね。ああ、そんなんあんの、うん、へえ、初めて聞いた。それ初め、私も初めて聞いた。ずっと折ってたけど初めて聞いた。うちの向かいの藤井さんの奥さんに聞いたんやけどな。ほんでも男のおばあちゃんな、私のおばあちゃん、うん、昔あの悲しい人ね、早く帰ってほしいや、うん、そしたら裏に縁先があって、うん、そこへほうき逆さまにして、しずこは聞いてる。ほうき逆さまにして立てとき、わはさかほん言うて、私子供やし立てに行ったけどね。それは どういう合図なんですか。はよ帰れ言う合図。おまじないみたいなもん、うん、人にはね、ちょっと見せえ、うん、不思議と帰らはんねん、まあ。
ただきます。いただきますという前に、はい、せっかくですのでお一つどうですか。はい、おチョコ、おチョコ、もしかして、はい、お酒ですか。そうですね、私も小さいのにしとこ、はい、いいですね、いい音がね、いい音しますね、はい、ありがとうございます。いただきま す, きます。あ、いいですね、うん、じゃあどうぞ、まずこういううちにね、カブラムシの方からいただきますね。はい、そうですね、上のあのカブラと下のグジと一緒にね、はい、あんと一緒に召し上がって食べてみます。うん、うん、おいしい。うん、あ、カブラがふわふわで、うん、おいしいですね、あったまりますね、うん、そうですよ、ね、松尾さん、京都へはよく来はる？いや、本当に人生で数えるほどしか来たことがなくてこうしたこの今日のお料理っていうんですかね、うん、いただくのもほとんどないんですよ ね、優しいお味でいいですね、いいですね、じゃあぬたもいただきます。はい、うん、おいしいおネギと ねお揚げさんで、はあ、これまた色合いがいいんですよね。そうです ね、ありがとうございます。さっきあのトロトロのが出てきてた、そうですよ、ね、こういうとこちょっといつもどんなもん召し上がってはるんですか。え、私ですか。はい、でも和食は好きなんですよね。そう、はい、奥様はどちらの方。え、私のですか。はい、関西の人やないんですか。いや違います、あの関東は茨城、はい、ああそう、はい、お味がしっかりしてはる感じですか。そうですね、え、やっぱり関東の食べ物って大原さんから見ると味しっかりって感じ、しっかりって感じしますよね。うん、私生まれは九州なんですけれども、はい、あの、まあ、学生時代から含めて九州以外だと本当関東しか住んだことがないんで、京都のお味っていうのはそうね、なかなかよろしいでしょ。いいですね、学生時代は京都市内でですよね。京都です、ずっとね、そうそう、どんな学生時代だったんですか。あ、まあね、ご想像にお任せで出会いとかっていうのも、はい、いやいや、まあそんな難しいことは難しくないですよね。いやいや、京都のおもてなしっていうね、うん、面から見ると、うん、そのよそからほっと遊びに来たり、うん、訪ねてきたりした人に対しては、はい、どんな風に考えてらっしゃるんですかね。だからね、みんな、 なんか京都の人行けずみたいに言われるけどそんなことないんですよ、うん、ただね、やっぱり相手の方との間合い、そのお隣さんの角をそんだけしか履かへん、その間合いを分かってる者同士で生きてるので、はい、そこにこう土足でドタドタと入ってくるような厚かましい人はちょっとやっぱり堪忍してやっていう感じのところがあるんですよね、はい、でそういうのを一時説明してもなかなか分かってもらえない、ね、はい、また考えておきますわ、例えば何か頼まれてまた考えておきますわっていうのは京都の人に知ってみたらお断りなんですけどねそうそう、難しいですね。でも分からないじゃないですか、よその人は。京都の人だったら、あ、断られたんやなと思うんですけど、はい、その人はまだ行けると思ってあるから、あのケツをまたはっきり言わなあかんでしょ、はい、それが嫌やから、あの、まあ、一元さんお断りとかそういう文化がどうしてもできるのね。そうそう、今度じゃあそういう、あのこう言われたら本当はこうだよっていう本を書いてもらうと京都のね、京言葉の通訳本がありますよね。ああ、そうやね、はい、そうなんです、ベラベラ喋ってそのままフェードアウトかと、はい、どうぞ。いやいや、じゃあいただきます。うん、うん、おいしい。京都には名の知られた寺が数々あるが、好きな寺を一つ挙げろと京都人に聞かれた時は心して答えなければならない。彼らはそれで京都に対する理解の深さを測るからだ。私の場合、ここ聖国寺の塔頭随春院と答える。現在は非公開だが、禅寺の塔頭らしく秘蔵の書画も多い。中でも
江戸時代初期の狩野派の巨匠丹羽が描いた三幅の掛け軸陶淵明春秋山水図は眼福の一言に尽きる。しかし文学ファンならやはりこの襖絵を見たいに違いない。ここは水上勉の直木賞受賞作雁の寺の舞台になったことでも知られている。福井の寺大工の次男に生まれた水上は口減らしのために9歳でこの随春院の小僧に出されたが、あまりの修行の厳しさに13歳で脱走した前歴を持っている。おい、何してんねん。人数計算するで。はい。雁の寺はその経験をもとに書かれた耽美的なフィクションだが、主人公の少年僧が寺を出奔する際、唯一の慰めであった雁の襖絵を剥がして持ち去るという衝撃的な場面がある。北は4人やな。はい。それで東は2人でええわ。はい。仁和川の南面は5人区やな。はい。近々修理でもするんですか？いやいや、修理屋の手洗わせてもらいます。洗う？何を？このお茶室丸ごと。建物を洗うんですか？ええ、私らは洗い屋言いまして、木でできてるもんなら何でも洗えます。お寺や神社、お茶室やもん、ヒノキの風呂やタンスも洗えますぜ。新築みたいにピカピカにするんですか？神社は皿みたいにしてくれ言わはりますな。こういうお茶室なんかは古色洗い言うて、汚れだけ落として経年変化の風合いを消さんようにしてます。お、昔からある仕事なんですか？京都は寺社仏閣が多い分商売にもなりますんで。うちとこも私で4代目です。おひょっとしてこちらが5代目？あ、どこかでお会いしましたね。いえ、あ、すいません。ああ、私の勘違いのようです。いい後継ぎをお持ちで。まあ家業を継ぐとしたらの話ですわ。おい。はい。ほな失礼します。京都には私の知らない商売がまだまだたくさんある。内定した。本当に？やったじゃない。うん。小説の編集者になるのが夢だったもんね。おめでとう。おおきにね。二人でお祝いしようよ。その前にせなあかんことがあんね。お父さん。さすがにこれだけはクリアせなあかん。
飲むなよ。はい、栓抜き。おおきに。悪いやっちゃな。なんぞ話でもあるんか。あ、いや、今日の立ちの庭綺麗やったな思って。めったに見れんもんやし。お前にそんな趣味があったんか。あの立ちは水上勤の癌の寺の舞台になったお寺さんやから。ええ、勉強させてもらうと。ああいう庭をゆっくり見れるいうのは荒井屋の役得や。さすがは文学部国文科だすな。路地門の聖護院大君か。あずもんどっせ師走が近くなると無性に大根とゆりりが食べたなる。はい、ゆりねはどこにあんねん。広瀬の中どすがな。ほんまや、酒に合うわ。先月面接に行った東京の会社連絡くれはった？いや、まだ。水曜日学校がない言うてたな。うん。応援で大法院さんの法事を表してもらうんやけど、手伝ってくれるか。人手が足らんねん。別に構えんけど。あそこの庭もなかなかやで。心が現れる。代々受け継いだ家業を継いでほしいのはよくわかるけど、何が何でも継げっていうのはちょっと横暴だね。親父は何が何でも荒屋を継げなんて言うて。でも無言のプレッシャーをかけてくるわけでしょ。親のエゴだと思う。問題は俺や。俺が後ろめたいだけだね。ご両親に対して。いや、理解できんかもしれんけど、この町に対して。京都に、うん、うちみたいな珍しい職人の家は数も少ない。そやから廃業したら困る人が行さんいてある。それ考えるとな。だから自分の犠牲になるの。私も京都好きだよ。4年間暮らした大好きな町。でもそういう京都の人の考え方はよくわからない。私は純正が東京で就職したいって言ってくれたから、自分も東京に戻って働くことにしたの。でも無理はしないで。私は余計な心配させてごめん。ちゃんと親父に話すわ。自分の人生のことやから。帰ってあげ。
ええー、お庭やな。何や。東京に行かせてください。出版社から内定の通知が来たんや。そやから行ったらええがな。お前の人生や。好きなことやったらええ。わしはできんかったからな。にも一口ちょうだい。ふにかちゃん卒業したら東京に帰らはるん？ああ、それが京都の大学に行く条件やったらしいから。弁護士さん目指してはるんやってな。地元の法律事務所で事務やりながら司法試験に挑戦するってさ。で、あんたはどないすんの？東京の出版社に就職したいって親父に言った。そうか。いや、あっさり認めてくれたから拍子抜けしてんの。そらそやがな。ね、お父さんはあんたの名前つけた時からそのつもりやったと思うで。何それ。あんたのひいおじいちゃんは三助、おじいちゃんは三則、お父さんは光一、新井や辻光を継ぐ人間は全部名前に屋号の光いう字がついてはるねん。あんたの名前は純粋の純に正しいで純正や。そういう名前をつけた時点でお父さんは覚悟を決めてたんちゃうかな。お父さんな、ほんまはフランス料理のシェフになりたかったんやって。え、そんな初耳やで。そんなこと息子に言うような人違うやろ。なんや。いや、なんもない。はい。愚痴やないか。どないしたん。どないしたって、たまには愚痴ぐらい食べてもええん違います。白愚痴やな。若さの愚痴かやな。ええ、そろそろ締めやし、就職内定のお祝いやさかい。なんや、お前知っとったんか。母親どうしたかいな。はい。どうや、一つ仕事任せたかい。最後に会おうてみいひんか。これなんですけどな、先々代のおかみ、あ、まあうちらの祖母のもんどすけどな、妹が嫁入り道具に欲しい言うて
それやったら辻光さんで洗ってもらおういうことになりましたんや。父から聞いてます。あ、この写真が祖母どすわ。あ、お綺麗ですね。あ、いやいや、まあもう綺麗やなんて、もうおばちゃんやのに。あ、ほな大事に洗わせてもらいます。中のもん全部出してありますし。あ、ほな男子に運ぶのを手伝わせますわな。あ、すいません。背景、常子様。お返事拝読しました。やはりおうちのご商売をお継ぎになるとの固いご決心、よくよく承知しました。宮遣いの身とはいえ、小生も長男、郷里の両親、祖父母の面倒も見ねばならず、断腸の思いであなた様のことを諦めます。無念でなりません。京都の帝大で学んだ4年の月日は忘れがたく、あなた様よりいただいたご厚情、美しい思い出が胸をめぐり、ぼや、密かに涙することもあります。情けない男だとお笑いください。終生あなた様のことは忘れません。どうかどうか、いつまでもご健勝で。そうそう。明日バイト休みやろ。話があるんや。会えへんかな。お父さんに話したの？ああ、六曜日まで来てくれるか。うん、分かった。
あら、海香ちゃん。こんにちは。純粋は今いてへんねんけど。知ってます、さっき会いました。振られちゃいました。私そっちで座ってたらええのに。いいんです、何かしてないと泣いちゃいそうだから。あんたは強い子やな。純正もえらい悩んだみたいやけど。彼は責任感が強いですから、京都人としての京都人な。ふみかちゃん、あずま男に京女いう言葉知ってある？あずま男に京女ですか。切符のええ東京の男には優しゅうておとなしい京都の女が合うっていう昔のことわざなんやけど、あれは嘘やな。嘘。ほんまは京男にあずま女や、京都の男に一番似合うは東京の女やで。どうしてですか？その証拠があんたの隣で栗向いてるがな。え、お母さん東京のご出身なんですか？言うても八王子やけどな。30年京都男の女房やってると嫌でも来ないなる。司法試験受かったら胸張って戻ってきたらよろしい。京都人はいろいろ面倒くさいしとっつきにくい。そやけどな、長いこと付き合うと優しさがわかるもんや。今日洗ったとこ何か所かダメあるな。明日もう一回洗い直しや。わかりました親方。どうかしはりました？いや、なんや、今日は栗ご飯みたいやで。お釈迦様が悟りを開いたといわれる旧暦の12月8日、千本釈迦堂の大根炊き、醤油味で煮つけられた大根と揚げの甘い香りは京都に冬の訪れを告げる風物詩だ。秋サバがブリになり、京都に冬がやってくる。いただきます。
忙しくなる年の瀬を前に、京都人たちに束の間の静かな時間が訪れる。かの人は何を食べるや、冬の月。下鴨神社の境内にある相生の社は、縁結びの神様として京都人たちから熱い信仰を寄せられている。願い事を書いた絵馬を持って、男は右回り、女は左回りで社を回り、三周目に絵馬をかけて結縁を祈願する。彼女の思い人とは一体。
京都は美しい。しかし京都人はわからない。あの人の姿懐かしい、黄昏の河原町、恋は恋は弱い女をどうして泣かせるの、苦しめないで、ああ責めないで、別れの辛さ知りながら、あの人の言葉思い出す、夕焼けの高瀬川。夕闇の桂川。